けで、としきです。よいしょ。久しぶりの、スタジオからの生放送ということで、まあ、早速本題に入るとですね、ライブが、迫ってまいりまして、4月20日の、東京での無料ワンマンライブが、もうちょうどあと2週間ということでね、迫ってきております。やっとこさ、こう、迫ってきたことで緊張感が高まってきてですね。で、あの喉の状態もちょっと様子見ながらずっと暮らしてきてたんですけど、まあまだまだあの全開ではないんですけどね今日も恐る恐るスタジオに来てあの歌えるかなっていう半ば不安な気持ちで来たんですけど、まあ、今ちょっとおい大丈夫か、まあ、うん、大丈夫かな、今その喉をやっちまってから、病院に通ってる話は、まあ、前回したんですけど、まあ、声帯がおかしいですねっていうことで、ああおうおうおうおお、再来週よろしくね、さとみよろしくねタップさんウェイで、あれなんですよ、その呼吸のトレーニングを今一からずっとやってて、でまあありがたいことにやり直した、いや、やり直してないよ、やり直してないよほんでね、ほんでその呼吸のトレーニングをやってて、なんでしょうね、ありがたいことに結構早いステップで来てるから、もう次から声出そうかっていう話になって、でただちょっとまあ残念なことに今月も予定が合わなくて、その練習は来月からになるんですけど、まあまあそこまで息遣いできてるんやったらもう歌ってもいいんじゃないのって言われて、ちょっとずつやってみてくださいって言われたんで、じゃあ今日やってみようかなと思ってスタジオに来たわけですよ。でまあ初めての、ライブリハを一人で今やったんですけど、まあまあ前回ではないですよ、前回ではない、まだまだ本調子じゃないし、まあ50点にも満たないんですけど、ひどい時に比べると全然出るようになりました、おかげさまで。その習ったことがちゃんと活かせてるかどうかは自分の体感ではあんまりわからないんですけど、ただ一番ひどかった時期に比べると通るようになったし、なんか意外がもう気にならなくなってきたし、ただ何よりびっくりしたのが腹筋が筋肉痛になってしまったって、ちょっと今お腹が痛くてですね、つっちゃって、ああこれがブランクの恐ろしさかということでですね、家じゃもうギターをポロポロ弾くぐらいしかできなかったもんねつうわけで、ライブ来てね、来てね、本当に予約取ってないからもう何人来るか全然読めないんですけど、4月20日の何時だ、1時からか、12時半オープンで1時からやるんですけど、何でしょうね、来てね行きますよ、ありがとうございます、ありがとうございます、来てね、来てね、いっぱい来てね、もう全然来なかったらどうしようとか、まあいろいろ考えてるんですけど、まあどちらかと言ったらね、こうオフ会みたいな感じで和気あいあいとしたライブをやれたらいいかなと思ってまして、はい、なんか歌えよって話ですよね。ただね、そのいざなんかやろうと思ったんですけど、何も用意してきてなくてですね、どうしようかなでも本当にライブの練習しかしてなかったんでね、もうちょっとカンニングするぐらいしか、何かリクがあれば、パーティック聞きたい、無理のないやつ、無理のないやつ、春風、あー春風はね、春風はね、4月20日来てくれるなら一緒にやるやつやろう、一緒にやるやつはね、今ちょっとやったんですけどね、まだ出ないんですよね。あ、でもまあ、一緒に、っていうか、それ、一緒にやるやつ言うたら、バレるからね。バレるからね。それはちょっとさすがに避けたいので。あ、桜川ね。桜川いいですね。あ、ギターだけ？ギターだけは後で送るわ。LINE かなんかで。さとみ。ごめんけど。じゃあ桜川やります。久しぶり。歌えるかな？久しぶりだな。よし。どんなイントロだったかな？思い出せ俺怖いな。 OK、 じゃあ行きますが
つけばもう何度目の春、水面には薄紅の夢たち、ここで君と歩いた季節は僕の宝物だよ。人は何のために生きるのか、それを探すために生きるのか、君のあの日の言葉思い出し、現在未来限りある時の中で僕たちが出会えたこと、それこそ奇跡だね。永遠にさよならは言わない、またいつか絶対に会いましょう。無限の空を信じて僕らは行く、それぞれの明日へ。泣かないでその涙、また次に会えた時お互いに流しましょう。君が君であるように、僕はいつも祈ってる。
ちょっと声出たらね、安心してちょっとね、やっとこさ前向きになれたような気がします。でもね、本当にその呼吸をね、呼吸をその習って、自分のこう体の弱点というか欠点というか、どこが悪くてっていうのがね、いっぱい分かって、もうガタガタですよ、僕の体は。びっくりしますよ、本当に。ライブでもちょっとその話はまた、ある程度やろうかなと、話そうかなと思ってるんですけど、その現状まだね、声帯の動きはやっぱりおかしいらしいんですよね。もうちょっとこう下がってないといけないところが、ずっとこう、なんていうんですか、息の通り道を声帯が塞いじゃってるみたいな。わかるわかる。一からやるといろいろ気づくよね。そうよね。いろいろ気づくっていうか、気づくというよりは、なんか、僕の場合は基礎をすっ飛ばして、独学でできた気になってやってたんで、多分それが一番いけなかったんでしょうけど、その、体の固まってる部分とか、あと、僕、顎も悪いんですよね、実は、昔から。顎関節症よくなるんですけど、その、顎の動きも良くないから、こう、なんでしょう、歌っててもすぐこの辺が疲れて、こう、固まっちゃうみたいなね。とにかく、その、体の力抜いて筋肉をほぐして、いろ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 やらなあかんっていうね。顎関節症やな、そういや。そうそうそうなんですよ。もうね、だからその歌う時もこうあんまり開けすぎるとこう戻る時にカクンってなっちゃうんで、それが痛くてね、しょうがなくて。でそれをなくすような歌い方のそのこの顎の姿勢というかフォームというか、それをね、こう息を吸う練習するときに、ここ顎を押さえて、こうここがね、ここなんか顎はこうコンパスみたいに動くらしいね、カクンカクンって。でこれをこうカクンってならないところまで口開いて、それをこう手で押さえながらこう息吸って吐いてってするんですけど、結構顎の力ってね、なんか強くて、もうこれで支えてるだけでいけるかと思ったらね、結構ここに力入れないと押さえられないんですよね、開いちゃう部分がこうあーってやると。でもなんかダンプカーも引っ張れるぐらいの力があるっていうような話もね、聞きますんでね。顎は。なんていう話も聞きますけど。はい。BU か。BU。思い出したいんやから、ちょっと待ってね。どうやったっけ。Thank you.
くて yeah. で僕にとってのあなたはたった一つの真実だから Be you 寂しいかもしれないなら Be you、yeah. あなたがいるこの世界をこんなにも素晴らしく思えちゃうんです。思ったより喉が来てましたね。ごめんなさい。はあ、あつ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 。いやーすいません。言うてももう1時間半以上ぶっ通して歌ってたんで、もうそろそろ今日ここまで歌えてるのは僕の中では奇跡的なんで、もうだってもうかれこれ11時間で12、3曲歌ってからのこれやったんでね、勘弁してください。ごめんなさい。リハビリ段階なんで。ちょっとコメントをかけますね。すいません。あー、どうも、しみきらさんやほー。こんばんは。元気だよ。いつか歌ってみたシリーズで、Be You。あー、そうですね。歌ってみたシリーズもね、だいぶちょっとね、滞ってしまってて、この歌えてない期間にね、ちょっと作ったりしたかったんですけどね。いかんせん歌えないっていうあれのせいでモチベーションが上がらなくて、全然ちょっとそういう作業もね手がつけれなくてですね、まあまあライブ終わってちょっと落ち着いたらまたやろうかなと思います。もうリクは控えた方がいいかな。まああと1曲ぐらいいけるよ。もう終わるんで、もうぼちぼち。そうですね、これでありがとうございます。ありがとうございます。なんかいろいろありがとうございます。あれあれだよ、あれあれやろうよ、あれどれだよ、どれだよ、これか。おっとっと、ディアマイセルフか。覚えてないよ。ディアマイセルフ、ディアマイセルフ。どうやったっけ。こんなん。意外と覚えてたけど、すいません。はい。ああ、はいはいの後のある曲だね。あの曲も、ごめんなさい。もうちょっと待ってね。さとみ、もうちょっと待ってね。ブリーズ、ああ、なんかいっぱいリクありがとうございます。いやー、なんか、ああ、ちょっとあれですね。これは4月20日も、ぶっちゃけ瀬戸に決まってるんですけど、リクエスト祭りになりそうな気がするな。もうニコ生のノリをライブでやっちゃうぐらいの感じになるかもしれんな。パナいっぱい練習しとかなあかんな。もう余時間がないけど、せっかくだから流れてきた曲は触りだけでもやろう。ブリーズか。ブリーズ。ブリーズどうやったっけ。カポなしやった気がすんねんけどな。難しいんだよね、ブリーズって意外と。Get it.
地下鉄のメロディー、津波か、津波な、津波な、実はこのコード譜の一番上に来てるんだよね。ただ残念なことにお時間がなくなってしまいましたので、ちょっとこの曲もじゃあ触りだけやって、ライブ多分来週もう一回ぐらいにこの名前やると思うんですけどね、その時はタナチもおると思うんですけどまた決起集会的なことをしようかなと思ってます。よろしくお願いします。この状態で出るんかな。風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めど流るさやか水よ、消せどもゆる魔性の火よ。あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め、そして風任せ Oh my destinyまで見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに愛の怯えてる。めくり会えた時危ない危ない、もうダメだって感じがしたのでごめんなさい。ちょっと最後はグダグダになってしまいましたけども、シミキャラさん無理しないでね、ありがとうございます。タップさんごめんなさいね、いっぱい歌わせちゃってごめんなさい。いえ、次回頼んでたやつあれですよね。あれもね、あれはね、でも正直ちょっとキー下げないと歌えないんで、あのシミキャラさんの言ってるね、あの例の曲ですよね、やりたいんですけどね、ちょっとキーが合わなくてですね、ちょっと現状ではなかなか、ちょっと小細工していいなら今度またね、4月のライブが終わってからのあれになるかもしれないですけど、とりあえずまあ現状少しずつですけど声が出るようになってきたので、まあ今日はもうあまりね、調子に乗るとまた出なくなっちゃうんで、はい、歌に関しては無理しちゃダメだよ。そうですね、とりあえずまた明日明後日は療養する形で置いといてですね、ちょっとずつまた、戻しつつ体もメンテナンスしつつ、4月20日になんとかいい状態で持っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、とりあえず来週もう一回生放送しようかなと思ってるので、またよかったら見に来てください。ライブ来てくれる方も見に来ていただいてですね、決起集会的なノリでやりたいと思ってますので、まあ、残念ながら来られないという方もいらっしゃると思いますけども、なんかこう応援していただけると幸いでございます。はい、というわけで4月20日、東京新橋ですね、ライブカフェトゥモローズさんで、無料ワンもやりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。というわけで現状報告でした。遅い時間までありがとうございました。またお会いしましょう。さとみんよろしくね。じゃあねー。